ち、何か言おう？ん？エスカさん、何かありました？いつもと雰囲気が違うような。え？何もないよ。うん、何でもないから。何かあったんですか？おじいさん、せっかく一緒に働けるようになったのに、暇さえあるとミルカちゃんのアトリエに行ってるんだよね。ミルカさんのですか？へー、なんだか意外ですね。ロジーさん、掃除しに行ってるだけだって言うんだけど、同じタイプの錬金術師同士の方が話が合うのかな。いやいや、エスカさん、それはないですって。あの組み合わせは水と油みたいじゃないですか。でも掃除しにここまで来たわけじゃないでしょうに。まあ確かにミルカのアトリエはいつも散らかってるしな。ロジーさんって本当に綺麗好きなんですね。うん、そうなんだ。コルセイトでも毎日綺麗に掃除してくれてすごく助かってたんだ。それなのに私のことは放っておいて、いつもミルカちゃんのところに。そうだ、私もお店の周りを散らかせば。よーし、これでもう大丈夫。絶対に振り返らせてみせますから、覚悟しててくださいね。なんか自分で解決できたみたいだし、私たちは一度出直そうか。今の私の気持ち、多分ロッテと同じだと思うよ。